今なら排出率 1%SSR グロースドイッチュランド装甲師団が当たるドイツ軍師団全市開設始まるよ。どれだけ引いてもノーマルの歩兵師団しか来なさそう。なんでやドナウ反復横跳び第96歩兵師団とかすごい奴らもいるだろ。お前本当その師団好きだよな。大事になる前にいい加減謝っとけ。まんなことはさておき、この動画ではドイツ軍がどのような師団を運用したかをすべてざっくり解説していく。組織としては陸軍、空軍、海軍、親衛隊があるのでこの順でやっていくよ。半分おかしくねえか。では早速陸軍から、まずはじめに花形とも言える装甲師団。戦争初期こそ2個戦車連隊を備えてブイブイ言わせてたが、ソ連とかいうクソ広い不毛の大地を攻めるために1個連隊編成になったかわいそうなやつ。戦力の分散配置はダメってそれ一番言われてるから。まあ2個連隊だと戦車が2、300両と多すぎて指揮に困るし、ソ連が広いから分割した方が効率よく運用できるっていうのはある。わえ、ドイツ軍そんなに戦車あるんだ。なお半分が小銃に負ける1号戦車と機関砲しかない2号戦車な模様。でも戦争後半になるとパンターとかティガーとか出てくるし。残念、ティガーは一部親衛隊師団を除いて独立大隊配置だし、パンターも数揃わないから。最悪4号長方針があればなんとか。44年になっても露覚したフランス戦車が主力の第25装甲師団の話でもする。もうこの話は終わりにしてくれ。では次は歩兵師団、アホみたいに種類があるので順番に見ていこう。蘇生乱造の予感しかしない。まずは歩兵師団、通常歩兵連隊3つと砲兵連隊1つから構成される、詳細は別動画を見てくれ。解説動画にあるまじき投げやり感。次に敵団兵師団だが、名前だけで中身は歩兵師団と大して変わらん。な、適当な。しょうがないだろ、相当閣下がどっかから拾ってきた名前を適当につけただけなんだから。次、自動車化歩兵師団。ドイツでは珍しい完全に自動車化された歩兵師団。ただ歩兵師団と違って歩兵連隊2個と砲兵連隊1つからなる。有名なのはこのチャンネルでも紹介した第116装甲師団の前身であった第16自動車化歩兵師団。その足の速さを活かして42年にドイツ軍内で最も東まで突き進んだ。次、装甲敵団兵師団。自動車化歩兵師団に戦車大隊が1個ついたもの。自動車化歩兵師団は戦争後期までにほぼこれに改編された。使い勝手は良さそう。実際は微妙。ただでさえ少ない戦車を装甲師団でなくこれに配備したせいで戦力は分散されるし、戦争後期になると戦車大隊1個じゃ攻撃もままならない。ただ地系統の制約で1個大隊でも十分な場合もあるから、なんとも言えん。有名どころはゼイローで活躍した第18と25装甲敵団兵師団。誰が何と言おうと名前がかっこいいから好き。わかる。次、戦車両兵師団。名前からわかるように戦車絶対殺すマン。小さい頃の夢が対戦車砲の砲手の私としてはワクワクするぜ。ちな編成時期は45年3月、判明している唯一の師団がアイクセル戦車両兵師団。全言撤回。編成は4個旅団、少数の突撃砲があったようだが装備の詳細は不明。判明している編成としては、1個グルッペンが10人で構成され、その全員が突撃銃あるいは機関単銃、そしてパンツァーハウストを2本装備していたという。実戦においては敵戦車を血祭りに上げることに成功したようだが、歩兵が主戦力なため損害も大きかった、そして末期ということもあり師団の最後もわかってない。何それ怖。次に軽師団だが、この師団の編成は大まかに2つに分かれ、1つは戦争初期に編成された2個騎兵連隊1個オートバイ連隊1個戦車大隊からなるもの。もう1つはアフリカ式編成の3個歩兵連隊1個砲兵連隊のものである。戦車はポーランド戦後早々使い物にならないと判断され、全師団が装甲師団に改編され、後者はアフリカ軍団が降伏するまで使用された。ただアフリカ式も戦車大隊がついたりついてなかったりと編成に細かい違いがある。そして特筆すべきなのが第999懲罰師団であり、これは政治犯によって構成された。式やばそう。実際犯なちの政治犯しかいなかったから、どこに配備しても脱走しまくりで使い物にならなかったらしい。次、野戦訓練師団。あれじゃん、歩兵師団解説で出たやつでしょ。あれは大隊だから別物。この師団は主に戦争後期に編成され、訓練を終え次第正式な歩兵師団として前線にぶち込まれる。ちゃんと訓練するだけマシか。次、帝国労働局歩兵師団。当時兵役前の若者には半年間の労役が課されており、その時に帝国労働局に加入する。彼らには最低限の軍事訓練が施されたが、
前線に行くことはなかった。だが戦争末期になると徐々に前線に送られ、最終的には師団が編成される。最終的に45年3月から4月にかけて4つの師団が編成され、前線に送られた。ヒトラー・ユーゲントと似たようなものだな。次、国民的男兵師団。名前からしてヤバそう。国民突撃隊と別だぞ。国民的男兵師団は戦争後期に編成され、編成自体歩兵師団と変わらないが3個大体減らされており実際の戦力は歩兵師団の2分の2しかない。師団自体も壊滅した歩兵師団から編成されており、人員は玉石混合であり、装備も旧式のものから路角のものまで。ただ突撃銃や機関弾銃を多数装備していたりと利点もあった。また政治的理由により本来国防軍配下であったが実際の指揮は親衛隊が言っていたという。実戦では訓練不足や劣った装備により大損害を被るのが日常であったが、近接戦闘で戦果を上げることもあったという。末期間えげつないな。これでもまだマシな方だぞ。次、突撃師団。一次大戦かな。突撃師団は第78突撃師団とロードス突撃師団の2個が編成されたが、後者はほぼ名前だけで実質突撃師団として編成されたのは第78突撃師団のみ。編成としては3個突撃連隊と1個砲兵連隊、また突撃砲大隊と迫撃砲大隊がそれぞれ1個つく。ただ名前に反して突撃するわけでもなく、多数の対戦車砲と突撃砲が配備された防衛用の師団であった。次、要塞師団。強そう。包囲されても撤退できないけど頑張ってね。まあ要塞師団といっても戦争初期からあって、クレタ島の守備で使われたが、やはり多く編成されたのは戦争末期。特に定まった編成はなく、周辺の部隊をまとめて都市に押し込んでるだけだから師団によって兵力の差が大きく、少ないところでは3個大隊、多いところでは4個連隊だったりする。またその性質上いかに長く敵を足止めできるかが重要であり、包囲されても撤退を許されずそのまま殲滅されることが多い。ただたまに人材が混じっておりフランクフルト要塞師団は包囲を突破し数十キロ進軍して友軍との合流を果たしている。このフランクフルトは人口70万の方じゃなくてオーデル川沿いの地方都市の方だな。次、保安師団、名前通り後方地域の治安維持という名のパルチザン相当用の師団。通常歩兵連隊2個から3個のみが所属しており、人員も装備も2000級、なんなら占領地で雇用した人員から編成された警察大隊の方が連度高い。そして当たり前のように劣勢になると前線にぶち込まれる、そして全滅。生き残ったとしても戦争犯罪人として処刑される。救えないのかよ。ナチな時点で救えなんかねえよ。次、山岳師団、山が好きすぎて頭がおかしい奴ら。通常山岳傭兵連隊2個から3個、山岳砲兵連隊1個で編成され、山地という制限された状況で運用されるため、特殊装備を与えられており、小銃から野砲までほぼ全てが軽量化されている。ちなみに生殖作戦中にプロパガンダになるからといってロシア最高峰に登って相当閣下からぶち切れられた模様。絶滅戦争中に何してんだこいつら。なんなら標高数千メートルでソ連軍と交戦してるから本当どうかしてる。次、傭兵師団。強そう、微妙。配下に2個傭兵連隊と1個砲兵連隊が配属されており、山岳師団使うのもったいねえけど歩兵師団じゃ面倒くさい低山地対応に編成された。わえ？ちなみに訓練の内容は歩兵師団と変わらん模様。意味あるんかこれ。次、予備師団。訓練したりパルチザン追いかけ回したりする。はい次訓練師団、戦争の最後の数週間に最後の予備兵力をギュッとしてできたやつ。もはやこの時期になると訓練もクソもなくそのまま前線に送られて全滅。最後、野戦補充師団、対祖先兵の兵力を供給するために設立された師団。43年までにその役目を終えて全て解散された。なんか知らんうちに終わってた。次回は陸軍の続きと海軍、空軍、親衛隊を見ていけたらいいな。願望じゃなくて実現させろ。やれたらやるわ、さようなら。待て逃げんな。